般で組まれているタイヤの組み方をお見せした後に、モータースポーツならではの、スピーディーで安全な組み方っていうのをお見せしたいと思います。まずは、タイヤ職場のカーティックサンドの組み方、基本的な組み方っていうのをお見せしたいと思います。ではここからモータースポーツならではの組み方をお見せしたいと思います。その前に最初にカーショップさん、タイヤショップさんではこういうレバーを使ってタイヤを先ほど組みました、次組む組み方はこれはありません。手で組みます。それでは行きたいと思います。ありがとうございました。素晴らしい。まあ、迅速に